はい、はい、はい、どうぞ。Do it! Do it!昨日朝3時まで酒を飲んでいたのはどこのドイツだい？私だよ。ということで、絶賛二日酔いのリュウでございます。はい、僕が二日酔いということは、そうだね、思考シリーズだね。はい、ということでですね、ちょっとテンション低いな。まあでもね、もうテンション上げてくるのも大変なんだよ、このチャンネル。本当にテンションないと、あれリュウさん今日元気ないですねって言われるけど、それ人間だから、もうそういう時もありますよ。僕が元気のない時は二日酔いだと思ってください。でもこれからどんどん元気出していくぞ。はい、今日取り出して試行シリーズでございます。今回はですね、卵料理でございます。卵を使った袋煮、皆さん食べたことありますか？意外とね、ないって方多いんですけど、これなんでないかって、結構ね、めんどくさい料理なんですよね。はい、作ろうと思うと作り方わかんないという方もいらっしゃると思うんですけど、要は油揚げに卵を入れて煮るっていう料理なんですよ。これね、すっごく美味しいの。でも時間も煮卵とかより全然かかんないので、油揚げに卵を入れる作業だけできればすげえ美味しくできます、ね、ということで今回作っていくのは、油揚げに卵を入れて煮る袋煮。めちゃくちゃ美味しいので、これぜひチェックしてください。じゃあやっていきます。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料紹介、もうね、簡単です。これだからね、節約レシピではあるの。まず卵6個、あと油揚げ3枚。あのね、これね、油揚げも安いやつでいいです。中がね、あの開くやつ、一番安いやつが開きやすい中ね、鰹節 3g、 もう以上。はい、あとは調味料が概要欄だけど、醤油とみりんと塩と砂糖ぐらい、あと味の素が。で、この至高の袋煮を作る上で何が重要かって言うと、これはですね、油揚げに卵をね、詰めるレシピなんですよ。料理っていうのは結構詰める、ちくわの中にね、ポテサラ入れたりとか。今回は、それと同じように酒を僕の中に詰めて、その調理法を理解していくっていう。あっ、買ってない、氷ない、全くない。すいません、あのちょっと氷を買う、あの氷買うの忘れたんで、これね、すごいエコキュートなんです。これね、これなんだかわかりますか、皆さん。これ人類の到達点です。人類はね、ここに到達するんですよ、すぐ。で、あの、あんまり揺らすと炭酸抜けちゃうんでね、これが、到達ハイボールです。はい、人類の到達点で、これ。あー、生き切ってんな。ということでやっていきたいと思います。じゃあやっていきたいと思います。まずね、鰹節、はい、これ池盛りシステムっていうやり方します。こいつをレンジ入れて、だいたい40秒、はい、40秒から50秒チンして、香りを出して、あと粉にしていくために、これ乾かします。これね、いい出汁が出るんですよ。油揚げね、全部半分にしてください。これ卵詰めていくんだね。で、卵を詰めるために必要なのが、あとこういうボールを用意してください。で卵を一回割ります。これね、卵をね、ここの中に、あの、直接割り入れようとしたんですけど、失敗しました。意外とね、簡単。これね、ここ開いて、ここに滑り込ませる。卵、ポトンと。ね。これのいいところはね、あの、例えば、卵が割れちゃったとしても、油揚げが守ってくれるんで。これはね、お子さん喜ぶよ、これ。で、ここに卵入れるでしょ？はい、はい、はい。で、いろいろな結び方あるんだけどね。こうやってね、こうやって縫うように、ね、やってもいいし。これが一番取れにくい。こうやって縫うようにね、刺していくと、ほら、もうこれ。それはもう他のも全部同じように、卵を入れて縫っていきます。あっ、しょしょしょ、でかくないでしょ。このチャンネルね、意外と若い人ばっか見てると思ってるでしょ、皆さん。このチャンネルね、意外とね、年齢層高いんですよ。この間、83歳のおばあちゃんからお便りが来てました、コメントでね。僕、あんまり返信しないんですけど、いいねマークをつけたら、嬉しいみたいな、そういうおばあちゃんめっちゃ可愛いなと思って。だから僕は、なんか、いろんな年齢層の方々見てるっていうことをちゃんと意識しないといけないなって、本当思いましたね。そんな酒ばっかり飲んでみたいな。で、怒られるかなと思って、意外と心広い方ばっかりでよかったです。こんな感じで、お袋は閉じられた。じゃあ煮汁作っていきます。煮汁を作っていきます。本当にね、ちっちゃい鍋でいいです。小さめの鍋に水 180cc 入れます。調味料入れていきます。お砂糖ね、小さじ半分。ちょっとね、甘みついた方が美味しい。みりんと醤油が大さじ1杯。ね、みりんはまあ、コク出し。醤油はまあ、味の根幹を作る感じですね。お塩、あの、一つまみ。一つまみこれぐらい。
大体ね、僕が三つ指で掴むと、大体ね、1グラム弱ぐらいですかね。はい。お塩のね、ちょっと味出してくださいね。で、味の素。味の素ね、1、2、3、4、5振りですね。はい。これから鰹節入れるんですけど、鰹節のイノシン酸と味の素のグルタミン酸ね、非常に旨味の強いだし汁になります。で、これさっきチンしておいた鰹節ね。これパリッパリなんですよ。で、香りがすっごい立ってる。で、これ、このパリパリを、こうやって指でパリします。はい。パリスヒルトン。池森シスヒルトン。こんな感じで粉になるじゃないですか。で、これをこのまま入れるんですよ。はい。そうすると、鰹節から一瞬で出汁が出るんですね。この煮汁がすっごく美味しい。で、一回沸かしますよ。このつゆがマジでうまい。もしね、時間のある方はこしてもいいんですけど、ぶっちゃけね、こさなくても、鰹節からすっごい出汁出てるんで、こさなくてもいいです。今回の料理とかは、煮汁を飲むような料理ではないので、もう一緒に卵と油で煮ちゃって大丈夫。でね、だし汁の作り方はね、すごく簡単でしょ、これ。もちろんね、味の素じゃなくて昆布使ってももちろんいいんですけども、味の素を使った方がね、早い。あと安い。昆布って割と高いから。でも、昆布がなんで美味しいかっていうと、グルタミン酸の効果なんですね。昆布に含まれる。で、それと同じグルタミン酸を使った、この味の素を入れることによって、すごく丁寧に取った出汁にかなり近い出汁汁になります。昆布出汁との違いはね、昆布の香りがつくかつかないか。昆布の香りを大事にした出汁汁を使いたいんであれば、昆布使った方がいい。ただ、昆布の匂い、香りそんないらんな、鰹節だけでいいなってなった場合は、この出汁汁の使い方すごくいいです。はい。で、ボコ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 なってきましたね。沸いたら、こいつ、この卵ちゃんたちを。で入れていく。あーもう出汁の香りがもうダシダシしてるよ、これすごい。こうやってお風呂にね、赤ちゃんをお風呂に入れるような感じで、なんて気持ちよさそうな半身浴でしょうか。まあ大体ね、中火でいいです。弱めの中火ね。弱火と中火の間ぐらいで、これ半身浴なんで、上の方がね、なかなか火が回らなかったりするんで、まあ後でね、方向転換するんですけども、合計ね、8分から9分煮込みます。4分ぐらいしたらこれね、方向転換する。そうすると結構ね、綺麗に固まるんで。で、一回、これ蓋して、ちょっと弱めの中火で、煮ていきます。まず4分測ってくださいね。4分。はい！はい、はい、4分。はい、4分経ちました。4分経ちましたら、これね、半身浴させている状態なんで、なんかね、こうやって、またね、逆側、右半身と左半身があると思うんで、今度は左半身を。こうすると、全体的に味が染みますし、火の通りもね、すごく良くなります。こうやって方向転換していくと。で、これでまた蓋をして4分ぐらい煮ておくと、非常にいい漬かりになります。これで4分ぐらいね。まああとは使ってる鍋とか火の加減によって違うんで、今回はまあ若干半熟ぐらいを目指しております。で、それが8分から9分ぐらい。固めが好きな人はね、10分以上煮ちゃっていいですけど、だいたいね、8分ぐらいになると中のね、ゆだりがいい感じになります。ゆで卵と同じ感じでやったらいいと。はい。じゃあ、4分後に、ジャンプ！はっ！で、ちょっと今8分ね、合計8分、4分4分でやった。ちょっとね、見てみます。あー、ちょっとね、これね、まだね、卵のね、火の通り的にもうちょいいきたい。あと1分煮ていいですか？はい。合計9分。1分煮たいから、弱中火で、あと1分。合計9分。そしたら、結構ね、卵いい感じに、いいジャンプになるんじゃないかな、っていうふうに思います。9分から10分。ちょっと様子見ながらやります。はい。あと1分煮ていい。やっぱ、合計10分ぐらいかな。10分がいいと思う。この火加減だと、合計10分。あと1分煮させてください。そうすると、黄身がね、とろっとね、流れない感じになると思う。はい、じゃあ結局ですね、ちょっと動かしながら12分ぐらい煮ました、合計で。卵触って、ブヨブヨしないか確認してください。盛り付けていきます。もう。あら、美味しそうね。あららら。割ったところね、皆さんね、ちょっと見せたいなと思いますんで。これね、用紙外しちゃいましょうか。もう中の卵が固まってるんで、平気だと思います。ほら、どう？これ。これぐらいが一番美味しい。これぐらいが。Do it! これ盛り付けの一例ですからね、これね。Do it! 完璧。この火の、通し方。火の通し方完璧。完璧先生！で、ここ煮汁ね。煮汁はね、ちゃんとかけてください、これね。これ煮汁がうまいから。煮汁と共に浸しながら食べるっていうのが、これが美味しい。ということでできました。こちらで、至高の袋に完成でございます。
じゃあ割ってきましたので、いただいていきたいと思います。いただきます。おぉ、ちょうどいいですね。これはね、できて少し置いておくと味が入るんですけども、出来たてだったら煮汁をね、かけて召し上がってくださいね。煮汁にすごく味がついてるんで。ちょっと待って、日本酒だこれ。日本酒パーティー、食いわよ。あ、おお、しみるわ。うまい。煮汁が最高。揚げに味が染みてるからすっごく、あ、酒に合う、酒に合う。村一番の小料理屋の味だね。どこの村かわかんないけどね。すっげえ料理が上手なばあちゃんが作ったような味ですね。ということは僕がおばあちゃんだったってことかもしれないです。これはね、ちょっとやばいと思いますよ、皆さん。揚げから出汁がじゅわっと出るんだよね。油揚げってなんでこんなうまいんだろうね。これ考えた人すごいよ、これ。あ、ちょっと味変、味変カンフジネーションするのです。これね、味的にはね、ちょっとおでんっぽいんで、からし合うと思います、これ。ちょっとつけて、出汁と一緒にいただくと。なんでこんなに美味しいのかよ。やばいわ、本当に最高っす。だから俺こういう料理も作れたんだなって感じだよね。こんなに地味深いこのね、うまさをね、体現した方がいいっす。全員集合。はい、ということで乾杯。はい、はい、久しぶりのと思うんだよ。うまいです。今日はキヨコの台所にお越しいただいてありがとうございます。キヨコ、キヨコです。全く聞き慣れない言葉なんで、清子、なんかせめてなんかちょっとつながりのある感じで、すごい料理が得意なおばあちゃん。前はよしみでしょ。よしみ、よしみはスナックのママだ。スナックのママにこれは作れんねん。いただきます。いただきます。うん、うん、うん、すごい、優しい。うん、あ、優しい。これは優しいな。これは清子。うん、キヨコなんだよね。うまっ。最近あの別人になり変わって料理をすると別の味になるっていう。すげえ。スタッフもね、俺の味って分かってきてるから、俺の味じゃないものをたまに食べさせる時の方が反応がいいって聞いてたんですよ。うまい。これいいでしょ。うん、うん、あれちょっとこれからし、からし、からしをやってくれ。からしで居酒屋キヨコになる。うますぎてビルで上がっちゃう。うわー、本当なんかこう、ほっこりあったかい味。ほっこりするでしょ、これ。うまいなぁ。こういうのがいいんだよ、やっぱり。いつものあの悪魔みたいなのもいいけどさ、ご直球和食じゃん。これで酒飲みたい。からしいでしょ。からし、あ、からし合うわ。いや、からしはもう、これ日本酒ですよ。白身のトロットロがやばいな。ちょっと弱めの火で火を入れてるから、固まりすぎてないんだよね。あんまり火入れちゃうと、ガチガチになっちゃって、固ゆで卵みたいな。あの鍋やってるから、上の方だよね。袋閉じてる方側が、トロトロ。柔らかい状態で。そうそうそう。だからあれは半身浴が一番正解。半身ほど。そう、半身浴。丁寧に清子が作ったから。これ染みるわ。こういうのもちゃんとやらないと、うちのチャンネルでやっぱ飽きられちゃうんで。また同じ味じゃねえかみたいな。これはまた全然違う。これはまた全然違う。めちゃめちゃうまい。至高のほうれん草5万円と、まず至高並んでる。あ、至高のほうれん草。あ、そうね。筑前でちょっと俺が入ってる。あ、はい。ちょっとリュウジ入ってる。ちょっとおでんもあっていいんだ。おでんも。まあ、おでんはね、結構俺入ってる。あの、ただほうれん草の5万円はあれ俺じゃない。あれは俺の味じゃない。もう最近でもあれ。あれはめちゃくちゃ優しい小料理屋の、あの、おかみになったつもりでやったから。これはね、三品並んだらメリハリがあるじゃん。メリハリがある。リュウジいて、リュウジちょっといない、リュウジ全然いない。これは俺いないんだよ。いないんだよ。ということで、ちょっとまあこれ至高のね、すごく優しくて、出汁が効いてる、地味深い味がしますんで、まあ、リュウジこんなのも作れるんだと。まあもうまあでも、キヨコの料理だと思っていいです。これからもキヨコよろしくお願いします。うますぎて秒で上がっちゃう。うわ、なんかこれ、これ余ってるから食べて。料理来たわ、おばあちゃん。おばあちゃんのつもりで作った。外は雪景色みたいな。外は雪景色。どういう状況なの？新潟、北海道。